Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation へようこそ。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここは僕らの架空の国インスタントネーション。音楽の話はもちろん僕たちのプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、グリムスパンキーの不思議な世界に皆さんをご招待する番組です。今週もやってみました。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日のニュースはですね、サッカーワールドカップ出場枠拡大ということでですね、うん、8年後次は中東かどっかなんですよね。もう決まってるんだ。そう、ロシアの次は決まってるんだけど、でさらに次ね、決まったんですよ。カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催で、しかも出場国枠が増える。今は32チームの、うん、グループリーグやってさ、16が半分16になってって決勝トーナメントなんだけど、48チームに増えると。どうなるの、どうなるの。予選を突破したらじゃあベスト24になるってことなのかな。どうなのかな、ちょっと分かんないですけど、分かんないですけど、まあ増やすということみたい。どう思う、それについては。まあちょっといろいろこうやっぱり人気とかいろいろ注目とかいろいろなんで内容を面白くしていくって意味でもまあ増やそうっていうことなんだと思うんだよね。ってことはワールドカップのその期間が長くなるってこと、そのテレビとかで。あ、ちょっと長くなるかもね。ってことよな。それか試合詰めるか、まあ長くなるかも。だからいろんな国の人にも注目してもらうために、いろんな国出さないとやっぱ出る国って限られるから。なるほどね、うん、そういうことね。それもあると思う。で、うん、僕はそのチームが増えることはむしろいいことだと思うんだけど、うん、カナダ、メキシコ、アメリカでやるっていうのことの方が、うん、なんか大丈夫かなと思うね。なんで。やっぱり、まあ、メキシコはまだちょっと南米寄りだから違うんだけど、うん、カナダ、アメリカはサッカーっていう文化ほぼないから、うん、そこでやって果たして盛り上がるのかって。はいはいはいでもやっぱりアメリカ大陸にも北米にもサッカーの文化をやっぱ広めていきたいのかな。そういうことなのかな。だってさ、日韓ワールドカップ以降やっぱ日本のサッカー文化も盛り上がったじゃない。そうだね、うん、だから大きかったよ、うん、日本にとってもあれがあったの。だってさ、大阪の橋がさ、飛び跳ねないでくださいってなるぐらいだからやってたね、ニュースでな。でもいいよね、サッカーってさ。だって私全然詳しくないし、うん、全然知らないわけさ、うんうん、もうにわかの中のにわかの中のにわかさ、うんうん、にわかですらないの、うん、にわかですらない、うん、全然知らない、うん、けれどそんな人間がも楽しめるっていう、うん、そうだよ。それってすごいよね。それがワールドカップ。いいよね、うん、だって楽しいもん、なんか見ててよく分からんけど楽しいもん、うん、ということでまずは1曲聴いてください、うん、今回は私が選曲しております、Tomorrow's Tulips で Eternally Teenage。これは
教えてください。前話したあのバーガーレコーズって私の好きなレーベルがあるんだけど、うんうん、その中 の, あのバンドで、アメリカのバンドで、あのまあね、ガシャガシャしますよ。なんかさ、リバーブかかってんのにクソ歪むみたいな。そうそうそう、一番ガシャガシャするやつだみたいな。そうだね、耳障りな人には耳障り。でもね、このね、ガレージ感がいいんで、ね、このドリーミーなガレージ感がいいんで、ね、ガレージ感がいいんすか。そう、で、あのジャケットとかもすごい可愛いから、ね、ジャケット見たいな、うん、ぜひ、バーガーレコーズ聞いてみてください。バーガーレコーズね、はい、はい、ありがとうございます。お送りしたのは、トゥモローズチューリップスで、エターナリーティーネイジでした。This program is broadcasted at each station in the JFM affiliation. クリムスパンキーレディオインスタントネーション、クリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。では早速コーナーに行きましょうか。お逃げ一名、はい、松尾の知ってる世界。このコーナーは私松尾レミが好きな分野、得意な分野を自由に話すコーナーです。はい、で今回は番組宛にこんなメールが届きました。はい、FMO でお聞きのリボンバーナさん。リボンバーナさん、何度もいつも送ってくださってますね。ありがとうございます。いつもラジオ楽しみにしています。レミさんの魂を揺さぶる歌声、本当にかっこよくて最高です。そんなレミさんに憧れて私もボイトレを習い始めて半年が経ちました。練習も大事ですが、喉を痛めないように日々ケアをしないとと思っています。それでレミさんに聞きたいことがあります。レミさんは普段から喉のケアなどどんなことをされていますか。これは効くよといったもの、かっこグッズとか食材とか、かっこ閉じるがあれば、ぜひぜひ教えてくださいっていうことなんですけど、松尾さんの喉のケア、松尾さんやっぱね、こうプロですからね、どういうこと やられて おなりになられるのかちょっと教えてもらってもいいですか。そうね。てかさ、ボイトレってしたことある？したことない。松尾先生はボイトレしません。行ったことないです。行ったことないです。なんか習いたくないんだよね。うわー、ロックロールだね。いやでもね、いずれはなんか例えば喉の危機が訪れた時に習えばいいかなと思ってる。だからすごい嫌っていうわけではないんだけど、今は別にこう必要になったことがないから、今までだからね。でもね、よく言われるんだよね。誰かに言われる、おすすめされる、行った方がいいとか。まあ、まずその私の声、歌い方について、もうバンド結成当時から言われてきたよ。マジで？もうバンド、もうね、高校生の頃からその歌い方は絶対に喉が潰れるから、もう一刻も早く歌い方を直した方がいいと。もう一刻も早くボイトレ紹介するから行きなさいってマジで言ってくる人いっぱいいた。いっぱい？いっぱいいた。けど、私は堅くなに、羨ましいな、いや知らんっつって、これが私の歌い方だっつって、今11年続けてこの歌い方で続けているけど、まあ絶好調だから大丈夫なのかなっていう。ただ喉っていうのはさ、あの死んじゃうものでもあるから、その長年、じゃあ30年ぐらい続けていくとしたら、それをこう長続きさせるために心配して言ってくれる人もいるし、まあ普通に考えて、歪んでるから、とにかくその潰れるって思われるよね、思われやすいよね、風邪ひいてるとか思われやすいよね。でちなみにそのリボンバーナさんの、質問で、喉のケアなどどんなことをされてますかということで、しっかりやってるよね、本当に。そうですよ、真面目ですよ。ぶっちゃけね、どんなケアすればいいかわからん、私もボイトレ行ったことないから。いや、松尾さんのやってるケアのスタイルは正しいケアだと思うよ、僕。てだよね、きっと、正しいと思うから、行った方がいいと思うよ。ですね、だからその例えばボイトレで何を教わるかわかんないけど、そのやり方と合ってるかわかんないけど、とりあえず私がやってきて11年歌を歌ってきて、いつでも大丈夫っていう、まあ、ケアの方法は寝ることと、喉を乾燥させないこと、以上。いやでも本当それに尽きると思うけど。もうその2つだけ。まず絶対的に睡眠が大事だよね。うん、あのね、歌う前、ライブする前は絶対に寝た方がいい。でそれは例えばライブが3日間続く時、ワンマン2日間続いて、でその次にフェスとか、そういう時もあるわけですよ。あるよね。どう歌っても
喉に負荷がかかるので、うん、とにかくどんな人でも寝ることは重要で回復しないといけないからね、うん、でやっぱ寝ることだったりとか喉を使わないこと、うん、その使った後ちゃんと保湿をして、うん寝て回復させるってことが、うん、もう何よりも大事だと思う。その薬を飲むとか そうだね、そういうものは私はあんまりしない、うんうん、あのできるだけ自分の力で治す。それが大事だね、うん、あの水蒸気がこうファーって出る、うん本当耳鼻咽喉科で風邪とかひいた時にあの吸う蒸気の機械あるじゃん、うん、あれの家庭用があるのね。あるそれを、買って、うん、ライブの終わった後とあその歌う前歌った後はそれをこう吸引するようにして、うん、まあただの蒸気なんだけどね。保湿だよね。ただ、うん、本当にただ保湿。そう生理食塩水を作って、うん、それをただこう吸い込むだけなんだけど、あれいいよね。なんか1万円ぐらいするんだけど、うん、あの鼻にも使えるから。そう風邪ひいた時にもいいし、風邪とかあと花粉症とかにもいいですよ。そうめっちゃ黙々の温泉の中に入ってるみたいな感じ、うん、すごくいい。それおすすめします、うん、とにかくあのそんなにあのたくさん声帯を使わないこと、そして小声で話すことが一番喉の消費になるんだって。あそうなの。じゃあ普通に話せばいいんだ。そう小声で話すとこう声帯と声帯こう擦り合わせて声を出すようになってるから、うん、小さい声で話すとそのかすれてかすれてこう、うん、かすれさせて出してる。こうやって声がやめた。それがダメ、一番ダメなんだって。これは皆さんやめてください。そうだから喉を使う、ちょっとだけ調子が悪い時も、うん、普通の声で喋ることが一番負荷がかからない。あ、そうだ、まあ、それはそうだよねと、私は病院で言われました。すごいですね、はい、ということで、いや素晴らしい。リボンバナさんメッセージありがとうございました、うん、ありがとうございます。あとなんか歌のことだったりそういうことについてはあの詳しく話せるので皆さんなんか歌いたいとかね。でも私ボイトレ行ってないからそんなあの自己流なんだけど。そうだね、自己流だからね。私の自己流でいいんだったら何でも話すので、うん、あのメッセージください。はい。次の曲 いきますか。はい。それではここで一曲聴いていただきます。ね私ねさっきの、トゥモローズチューリップスと、うんうん、ちょっとこう共通点を見出してる楽曲です。聴、うんうん、いてください。ザ・ベルベット・アンダーグラウンドで I'm Waiting for the Man。Glen Spanky Radio. Instant Nation. Glen Spanky Radio. Instant Nation.今週も皆様からのメール紹介していこうと思います、はい、じゃあ今日は松尾さんお願いします。はい、男性です、はい、30代の方ですね、はい、ありがとうございます、
この前代官山ユニットで行われたハッピーとのライブ見に行きました。ありがとうございます。亀ちゃんの衣装紐がいっぱいついててとても印象的でした。ありがとうございます。あれは初めて来ましたか？初めてで来ました、武道館の際レミちゃんは、衣装は私の私物を着せたと言ってましたがあれも私物ですか？服装も毎回楽しみにしています。そしてハッピーもぜひゲストに呼んでくださいということで、はい、ありがとうございます。ラジオのゲストも面白いかもね。いいね、あのそうで衣装なんだけどあれはねそう見つけてきましたよ。あれ LA で買ったの？LA で僕が買ったんだよ。僕が買ったんだよ。うん、そうだね。お金を出したのは亀だけど。なんだよ。松戸さんが選んだんだっけあれ？そうだよ。見つけてきたんだよ。あ、そうだっけ？そうだよ。そう、LA 行った時に、あの亀、あのフリンジがすごい似合うかなと思って、フリンジのあのジャケットをずっと探してたんだけど、まあいろいろこうメルローズっていうアベニューっていうその通りがあって、そこにいっぱい古着屋さんとかあるんだけど、その中の古着屋さんで、その、フリンジのまあアメリカンなジャケットを見つけてそれを、買ってもらってでその後にずっと行きたかった、スローアメリカンヴィンテージっていうあのヴィンテージショップがあって、うん、そこに行ったら行ったやぞ。今度はまたまたアメリカンなフリンジの、うん、まあカウボーイ的なねカウボーイだよねフリンジのシャツを見つけてあれすごいよね。それをカメに着てもらったらめちゃくちゃ似合ったから、うん、それでね、うん、買ったんだよね。そうあれ買ったんだけどねちょっと丈が短いから、うん、ライブしてるとイエーイと動くと、うん、シャツのさ裾がさ、うん、出ちゃうんだよ、うん、でさあれあのやっぱさアメリカにいたからさそういう気分になるじゃん、うん、やっぱその場所に行ったからそういう服を手に取るっていうその奇跡を、うん、私は楽しみたいのその古着 の、そうだからカメにこれ着てみってこうやったやつ全部アメリカンな感じだったけど、うん、そういうのもさやっぱあの自分のファッションの一つの引き出しになるじゃん、うん、そのどこに行ったからこういう気分だったからこれを買ってみたとか、うん、そういうのもさカメは今年ファッションに目覚めたいんでしょ、うん、でもな結構難しいんだよ。そう、ね、何買ったら何どうしたらいいかわからなくて組み合わせとかあの松本さんに怒られたじゃん LA でなんだその組み合わせはっつって着替えてこいって言われて着替えに行ったんでお部屋に戻ってやばいよね怖い。いや普通の格好なんですよあのねテカテカの、ジャンパージャンパーそう黒いジャンパースカジャンじゃないけどなんだあれ、まあ、黒いジャンパー黒いジャンパーナイロンの、うん、ナイロンの、ジャンパーになんか T シャツ、うん、T シャツに、普通のデニムデニムデニムなんだけど、まあ、それも本当組み合わせによってはおしゃれになるかちょっと微妙になるかのちょっとやつなんだけどそれをぜひおしゃれに着てほしいなと思っていたジーパンなんだけどね、うん、それを着て、うん、そして、茶色い革のサンダルそうそこで買ったやつに、バッグは自分のやつじゃなかった青いやつじゃなかった違うんだよあの買ったやつにしたんだよ茶色いやつだった、ね、革の茶色いバッグ買ったからそれにしたの、うん、でもベルトは黒みたいな、うん、そうでベルトは黒でもいいんだけどさ、うん、なんかそのテカテカのちょっと 80s 感あふれる50年代とか80年代とかにありそうなだってベンチャーズって書いてあるんだそうだねだから古いねあれねでそういうファッションになぜかめちゃくちゃ、ワイルドなそうだ、ね、革のサンダルとなんか革のバッグなそうそう革のバッグもうねもうぐちゃぐちゃよそれがえ分からんからそれに外しが効いてたりとかおしゃれにこう わざとそういう組み合わせだったらいいんだけど全部がなんかもう半端なくてもう本当にもう3人ね亀以外の3人もう驚愕ひどいよそんな言わんでいいじゃんで私はもう本当にやばいよそれって言ったんだけどなんでそんなにひどくはいということですね、うん、なんか話ずれたじゃんはいでそうとにかくユニットはそう亀は LA で買った、うん、そのフリンジを着て、うん、で登場しましたね。はい、いやもうあれはやっぱね意外とね見たらね今父さん色が暗いからさ、うん、どうかなってたけどステージ映えしてた映像見たら、うん、よかったよかった、うん、完璧でした、はいというわけでメッセージありがとうございました。番組では皆様からのメッセージ募集しております。メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークにあるグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます、はいこちらではですね収録後のアフタートークも聞けます。はいじゃあ、今後のお知らせを、今週もよろしくお願いいたします。はい、グリムスパンキーのライブ情報です。7月27日金曜日、新潟フジロックフェスティバル2018、7月29日日曜日ワイルドバンチフェス2018、はいはい、8月4日土曜日福島おはらブレイク2018、うん、夏
8月5日日曜日富山ホットフィールド2018ということで、ライブめっちゃ続きますね。続きますな、はい、ホットフィールドってやつはね今年初めて出るからどんなんですか、うん、まあでも他のさアートワイルドバンチもそうか初めてだね。小原ブレイクと富士は出てるけどどっちも最高だから、うん、なんかどこも最高になる予感がしてる今からそうだね、うん、あの本当に楽しみですね。うーん、はい、皆さんぜひ夏を満喫しましょう。はい、もうねいろんな僕らねあの活動してますんであのホームページ見てチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、じゃあ最後の曲松尾さん紹介お願いいたします。うんうん、はい、それでは今日のラストナンバーです。グリムスパンキーでザ・ウォール。グリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーレディオインスタントネーション、エンディングの時間です。どうですか松尾さん、今週も収録は。いやもうねあの得意分野を話せたから嬉しいね。よかったね、いろいろ話したのなんかさ、うん、喉のこととか服のこととか、うん、もう何服どうしたらいいよ本当にもう悩みが増える、もう泣いちゃうよこんな泣いちゃうどうしたらいいんだ松尾氏助けてくれ。でもさいろんなさあのロックミュージシャンとかさ、うん、見てる見てる、最近雑誌とかもね見ようと思って。えマジで見て雑誌立ち読みするんだけどよくわからん。あのねこの前あれ見た雑誌あのファッチってやつ。ああメンズファッチ、うん、かわいいよね、うん、ファッチね。えでも私逆に雑誌全然見ない。えマジで、うん、全然見ない。雑誌見ないんだ。見ない、珍しいね。60年代の映画とか、うん、あとはあのロックの本とか昔の、あ そ, う、ね、そういうとこからいろんな情報を得たりとか。やっぱ上級者はそうなんだ。いや上級者もあれもないけど。いや僕初心者だから。えでもさ日本に入ってくる服って限りがあるし。上級者すぎるだろやめてくれよ。そんなことないよ、海外はさ海外だけの需要がある珍しい、うん、日本では珍しい服もあるから、うん、そういうものをあのチェックしたり買うことによってやっぱほら、うん、自分の色が出せるじゃん。もういいやめてくれよ上級者トークもきついよ。あとにかくあのね、あの喉のこととか、うん、歌のこととかは喋れるから、うん、でもただし自己流です、うん、私はあの勝手にやってるだけなんで、そういうことはね話せますよ。服のこととコスメのことも話せるよ、うん、はい、それでは今日はここまでです。はい、お相手はグリムスパンキーギターの亀本ひろきとギターボーカルの松尾レミでした。また来週。